やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。なにこれ、なにこれ、シャルルについて全てを話します。じゃあ言うね、もうゲーム集中したいから。じゃあ焼肉屋さんでライスを頼んで、で焼肉食べた後に、スパに行ってポテト食べました。でポテトだけじゃなくて、シャルルはスパで食べるパスタうまそうだなとか言ってパスタ食べてました。本当に終わってんな、あいつは。本当に意志力が弱いよね、彼。いや、これあれだな。この感じだと初犯じゃないな。まずもって。それで昨日深夜の雑談で、俺、今変わったように見える?見えないだろ。効果ないんだよ、とか言ってたからな。本当に舐めてるな、世の中を。そんなすぐ効果が出るはずないし。そもそも今夜で食ってる疑惑が出てるから変わるはずねえだろ。ちなみにガチで食ってます。ディスコの飯計算協力者ももういません。見切りをつけてるんだ。分かっちゃったんだろうね。もうあれこいつ食ってるから無理だみたいな。いやもうたくさんいたんだけどな。シャルルと一緒にさ、ダイエット始めますっていう人、俺の DM には来てるよ。俺の DM にはさ、体重100超えのやつらから DM めっちゃ来てるよ。75.7kg、朝プロテインです、昼は焼き芋、夜は豆乳スープ、ささみポン酢、体調悪くてずっと吐き気がします。ちょっとね、ストイックすぎるかな、これは。トレーニーでもやんねえよ。栄養素がなさすぎるわ。うん、ちょっとね、ちょっと問い詰めるわ、一回。筋トレ配信は、定期的にやりたいけどね。毎週とかやんないけど、月1ぐらいで連行してもいいかもね。じゃ、連行でしょ、あれは。ちょ、苦しめないといけない、あいつは。てか、みんな昨日どこ行くのメンバーと話して、ボとかも言ってたよ。あいつスタザップでつければ何食ってもいいと思ってるやろって。バレてるからね、世界に。カレー食ってるし、のり弁みたいなのも食ってるし、ありえねえだろ。まあまあまあ、でもまあ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 、ストレスないのが一番だと思うから。継続できないとこまで追い詰めちゃうとね、死んじゃうんで。死なないことが一番の最優先なんで。まあ、なんか単純にあの人は多分死ぬかもしれないっていう、その危機感がないんだろうね。精密検査でもバチバチにやばいの出てほしいな。いつってだっけ、精密検査。やばいの出てもやらないよ。救いようがねえよ。自分でこんなも言うのはあれだけど、こんなことしてくれるやついねえから。俺あなたの命を救おうとしてるんだ。マジでいないぞ。パーソナルジムのトレーナーと連絡取って2時間貸し切りにしてもらったんだぞ。つてで。あいつ甘えさせられないな、ちょっとな。ちょっとですね、もう一回近いうちに一回面談しよう。一回面談するわ。じゃあ俺のメンツも保たないでしょ。あれでシャルシが痩せなかったら。あとデブは自分に甘い説が立証されちゃうから。デブに迷惑がかかる、これは。インフルエンサーデブってその自分だけがデブっていう話じゃないからね。世の中のデブに迷惑をかける可能性があるから。世の中のデブがね、苦しんで生きることになっちゃう。なんかおもろいの来てるな。スタンミさん、はじめまして。マシュマロに、シャルさんが隠した食事も含めたスタザップ完全メニューを投稿したものです。DM にも貼っておきます。何これ。ちょっと待って、チクリ来てんだけど。いい仕事すんな。密告来てるぞ。どうやって密告できんだよ。なこれね、セリフも踏まえてあるんだけど。納豆やメカブ、漬物はおかずじゃない。おかずというのはお肉のことですよ。何これ。セリフ入ってんのおもろすぎだろ。何このセリフ。納豆はルーンディーはソイパス。俺のキーストーンはベーコン。卵料理はいいとこで CG、エースシャドウ。はははは。おもろすぎ。ちょっと待って、これコンテンツ力高すぎるな。スシローソロ、空腹を感じる時間が許せないよ。ウーロン茶とブラックコーヒーはスタミナの交渉で勝ち取った。これは権利。
ウーロン茶とコーヒーはスタミトの交渉で勝ちちゃったけど、俺ブラックコーヒーは朝ライウォーキングの前に飲めって言っただけだからね。いつでも飲んでいいわけじゃないぞ。スタミトには言ってないけど、午後の紅茶無糖も飲んでる。桜の、魚の油はいい脂質だから脂質計算には入れてない。本当にバカだこいつ。ああ、たまんねえなーあのデブ。元気出てきた。夜は海鮮だとローフビーフローテしよう。ローテしよう。ローテ。なんかさ、多くね。まあここも会食が多くない。2、3週間に1回ぐらいしか会食しないぞって言ってたのが、会食まみれなんだけど、何これ。次、コンビニプラススーパー、食べ過ぎて気持ち悪くなった。大食い動画ではよく見るから、それに比べたら自分の朝食何と比較してんだよ。コンビニかっこ冷やし中華、会食かっこヘルシー。これ怪しいな。これマジ怪しい。これ怪しい。これ開示してないだけだろ。コンビニたらこパスタおにぎり、もうパスタも NG だね。パスタも NG。 焼肉ソロラム肉 300g300 すごい食べるじゃん。俺水餃子って見たことないけど、どうなんだろう。アウトだよな。水餃子ってアウトだよな、どう考えても。絶対ダメだよね。あれ、餃子野菜だと思ってない？水がついてるから餃子じゃなくて水餃子、水餃子だからセーフ。脱法だらけじゃん。ねえ、許せないよ。俺真面目にやってたのに。食べたいものがなくなって脳みそバグってきた。脂質がないのに、脂質がないタンパク質ゴミです。脂質を抑えながらタンパク質取れる鶏むね肉とプロテインしかなくて鬱になってきた。好きなもの、カツカレー、揚げ物、1日1個だけ食べるってありかな。だし決まってんだろ、バカ。6月27日、コンビニ。この日食いすぎだろ。カレーうどん、おにぎりスタートの会食で、焼肉のコース食ってから、スパで軽食、フライドポテト、パスタ、来ました。赤字、隠蔽、たぬき忍者の高すぎる告発による発覚。スパで食べたこと隠して、そんな食べたかな。薬物やらせる追い詰められてるちょっと待ってくれよ。ダイエット始めてまだ1ヶ月も経ってないのに脳裏に薬物浮かぶんじゃねえよ。6月29日コンビニ、ネパールカレーソロ。これな、タンドリーチキンも入ってたよな。俺も見たよ。ネパールカレーは油分が少なく、サラサラとしたスープ状になっており、優しい味付けです。俺も太らなそうなものをチョイスしてる。昨日の焼き鳥偉くない。焼肉食べたらそこに行こう。パスタは停止つつ。タヌキとタカヤにも責任あり。チーズナンを普通のナンにした。大きな進歩じゃないか？全部言い訳。いや、責任はあるかもしんないけど、5% とかだよ。ダイエットって自分の意思だからね。誘われても食べちゃダメな日っていうのは食べないの。何これ。低脂質じゃねえからな。何食ったんだよ、パスタの。まず。てか、もうここもさ、ごまだれやん。油とごま分離してるから混ぜて使うやん。見りゃわかるやん。油があんなあるやんか。焼肉ソロ、言ってる。これもう、ソロだから、会食じゃない。会食と外食ごっちゃにしだしちゃう、こいつ。会食ならまあまあいいんじゃないって言ったのを、そこを変換して外食ならいいんじゃないに自分の中で変換してる。うぜえ。タンパク質食べるのはめんどいから抜き。
あのね、三大栄養素ってのがあってね、脂質とタンパク質と炭水化物なんだけど、あなたは今まで炭水化物と脂質を食ってたから106キロになったの。だから脂質を減らしてタンパク質取りましょうってダイエットにしてんのに、タンパク質減らしてしまったら今までの食生活なの。何言ってんのこいつ。ちょっと甘やかしすぎたな俺は。ちょ、会食がまず嘘だしね。会食だったらいいってあっちが言って、あ、いいけどどんぐらいの頻度で行くのって、いや俺会食全然行かないよ、 2,3 週間に1回ぐらいじゃないって言ったけど、もうなんかこれ1ヶ月経ってないのにさ10回ぐらい行ってない。なんかチーズナンを頼んだのを普通のナンにしたりとか素晴らしくないか。ラーメン食ってたのをパスタにするっていうか、パスタ食ってないよ。高いの妄言でしょ。有罪かな。あ、ちょっと激ヤバ情報1個だけ暴露するわ。俺も人間ドック行って石痛すぎてぶっ倒れて、マジでヤバい状態で顔青白くて、で病院の人に紹介状書いてもらって行って、いろいろ取って石があるのを発覚して、点滴を打ってもらって血何本も抜いて、で終わったのよ。その日石あるの確定して薬もらって、で終わったら血が足りねえなと思って、その足でいきなり捨てきった。いきなり捨ていきやん。へえ、彼はなんと、なんでこんなにストイックなんだろう。被験体なんじゃない、なんかので、おかしい、説明がつかないよ。食べることに対してなんか、そのなんか真剣すぎる。その状況で ステーキを食べに行くっていう選択肢を取るのが不思議。これはちょっと難易度高いぞ。これマジで難易度高い。どうしたらいいんだ。やばいな、ちょっと待って、俺違う、俺今日真相を知った。このチクリによって俺のとこまで届いてなかった。じゃ頼むね、君たち調査員。まあでもこれシャルシーの配信とかでシャルシーにあんま言わないようにして、ストレス溜まっちゃうから。ハートと同じだから、これはディスコード内とかで君たちが言うのはいいけど、配信のコメントとかで言うのはやめてあげて。 OK、シャルシー自身がそういうコメント、なんかいいことを言い出したらいいけど。